海賊版は、著作権者に無断で販売される海賊版商品のうち、レコード、CD 等の音楽商品を指す日本語の故障。レコード版のイメージから来る日本の音楽業界固有の表現である。ブートレグ、ブートレック、ブート、ブート版、盗賊版、パイレーツエディションとも呼ばれる。海賊版として流通した後、後に著作権者の許可のもとで、正規品として、 改めて発売されたケースもある。ある権利者を装ったモノマネ、模倣の演奏、歌唱を収めた偽物商品はコピーキャットと呼ばれ区別される。多くの国や地域では海賊版の流通は違法であり、処罰の対象になる。日本ではこれらの不法的なレコードや CD の制作や販売に対して法的には取り締まることが可能ではあるが、 国内アーティストの新作の編集版を販売した以外取り締まられ処罰されたという例がほとんどなかった。しかし、1990年代に西新宿にあった海賊版取り扱い店が取り締まられた例があった。ことの真偽は別として、その前後を通じても日本で海賊版の大手販売店が取り締まられた例はほとんどないが、前例が生じたことにより法的にはいつでも 取り締まり可能とも言える。なお、カウンターフィット版に関しては、著作権法違反に加え、商標法、不正競争防止法にも違反することとなり、その分罪も重くなる。諸外国では厳しい国も多く、知的財産権保護に積極的なアメリカ合衆国では、海賊版を店頭に置くだけで、処罰の対象となる。2000年代前半に、 ビートルズの音源テープを大量に持ち出したビートルズの海賊版専門業者が現行反逮捕され実質上関連レーベルも含めて消滅した。なお、2010年時点での著作権法他処方では購入する側は違法ではないが民事上の請求を回避しているわけではなく損害賠償命令ないし破棄命令が出されることがある。輸入の際に税関で発見された場合、 関税法第69条の11第2項により、没収、破棄となることがある。最も初期の海賊版は、個人レベルでクラシックなどのコンサートを、秘密裏に録音し、個人的に所有していたものを仲間内に配布したりしていたことが起源とされる。海賊版をポピュラーなものにした、最初の事例は、1969年の夏、アメリカ・カリフォルニア州のレコード店に現れた。 ボブ・ディランの未発表マテリアル集のレコードだと言われている。それはジャケットもレーベルも真っ白だったことからザ・グレート・ホワイト・ワンダーと呼ばれた。初回プレスの8000枚は完売し、さらに4万枚のコピーが出回ったと言われる。その2ヶ月後、ローリング・ストーンズのコンサートを収録したレバー・ザン・ユル・エバー・ BE がリリースされた。これは1969年の オークランドコロシアムでのコンサートを収録したもので、真っ白なジャケットにゴム印でタイトルがスタンプされていた。このリリースが、正規版、ゲットヤーヤー、ヤーズアウトのリリースを促すこととなった。これと前後してリリースされたビートルズの未発表アルバム、ゲットバックを収録した、クンバックは爆発的なセールスを示し、ヒットチャートにランクインするのではとの憶測を呼ぶほど、売れたらしい。 以降、海賊版は広く一般的に知られるようになり、ロック、中でも当時三大アーティストと呼ばれたアーティストを中心とした海賊版が流星を極めていった。ボーイはライブやデモ音源が数多く出回っている。XJAPAN は高校生の頃のライブも含めコンスタントに海賊版が出回ったものやラウドネスの海外ツアーの音源を収めたものが出回ったほか、 ジャスラック登録された海賊版が無許可で登場したマレガレーと言える。また、単独のアルバムで代表的な海賊版はビーチボーイズの未発売に終わったスマイル関係も多い。さらに、かつてマニアからターゲットとされていたのは、などが挙げられる。アナログレコードの時代はアメリカ合衆国でのプレスが主流であったが、CD 時代になると取締りの緩さから、 日本製の海賊 CD がコレクターの注目を集めている。建前上はヨーロッパ製などとして販売しているが、主に東京都新宿区西新宿7丁目の小滝橋通り界隈に多数存在するコレクターズ CD 店が製造、販売している。海賊版の CD 化に際してレコード時代には決して登場しなかった高音質のライブ音源やスタジオでの リハーサル音源が登場した。そのことからも、ミュージシャン側のスタッフや録音テープを保管している、スタジオ関係者内にも、海賊版業者側から内密に金銭を授受,受、されるなどして、こういった、不法音源制作に関与しているとしか思えない、状態が予測されている。ファンが録音した新旧ライブ音源をビトトラントなどで、業者が入手し、販売されるケースも増えてきている。 実際、レッド・チェッペリンがドラマーのジョン・ボーナムの死後にリリースした未発表曲集アルバムコーダの制作の段階でジミー・ページが録音テープの確認をしたところ紛失したテープがあったが期限の関係でその一曲を外さざるを得なくなった。その後、紛失したテープは元の位置に戻っていて、同曲はその10年以上後にリリースした。 ボックスセット2に収録されることとなったとインタビューで述べていて明らかに内部の関係者やスタッフ内に犯人がいることをほのめかしていたパソコンの普及やソフトウェアの進化低価格化に伴い個人でも CD を製造することが容易になり CDR や DVDR での販売も多くなってきておりプロとアマチュアの境界線はなくなりつつある中には 個人制作だったものをコピーして売り裁く業者も存在し、逆に業者が制作したものをコピーし、オークションなどで堂々と販売しているものもいる。ただし r 版は耐久性の問題に加え、ノイズ混入や音飛びなど、初期不良が見られるものも少なくなく、外見もチープに見えるため、明らかにコレクターズアイテムとしての魅力は乏しいと言える。それゆえに、 オフィシャル CD と同じように、工場生産のプレス版に関わるコレクターは多い。また、メディアは、アナログレコードから CD に変遷したように、DVD へとその主流は移行しつつあるほか、オンラインでのダウンロードによる海賊版も増加している。こういった海賊版の違法リリースに対抗するミュージシャンも現れた。以下は、その一例。かつて、 英国放送協会で放送された音源が正式、版 CD としてリリースされている。また、MTV のアンプラグドライブや、キングビスケットライブなどのライブステージが正式、版ライブ CD としてリリースされている。公式海賊版などといった名称でリリースされた音源。音質や企画、曲名に対して、正式リリースに問題がある場合でも、 海賊版対策のために制作、販売といったニュアンスでミュージシャン側から改めてリリースされている。ジミー・ページ・ミュージシャンの中にも海賊 CD マニアは多数おり、レッド・チェッペリンのギタリストジミー・ページ、キング・クリムゾンのギタリストロバート・フリップなどは来日のドニ、日清塾等の海賊 CD 店を訪れている。その際、店側は彼らの大ファンであると同時に、 違法行為をしている後ろめたさからか無料で彼らの海賊 CD やビデオをプレゼントしている。なぜミュージシャンが海賊 CD 店に行くかは平たく言えば海賊版潰しである。自分が楽しむのと同時に海賊版を市場からなくす目的のほか、自らの未発表音源、ライブ音源の下調べと市場調査でもあるとみられる。 商業的観点から考えた場合、海賊版は消費者の欲している商品を制作側が発売しないことに起因する受給のミスマッチから生まれたいわば妥協の産物であるため、自身の海賊版を漁ることで流出音源を探し出すとともに需要を見極め、未発表音源、ライブ音源の公式製品化を起とするものである。ジミー・ペイジは、ヤードバーズ以前からの親友であるジェフ・ベックの バンドであったベックボガートアッピスの幻の第二弾、アルバム用の音源を海賊 CD 店で、半ば強引に入手した。来日するたびに、大型の旅行カバンを携えて、西新宿の海賊 CD 店を訪れ、自分の関わったバンドの海賊 CD をすべて詰め込んで、帰っていくと言われている。彼が去った後には、商品がなくなり棚だけが残されているという伝説がある。また、ついでに、 ボブ・マーリーの海賊 CD も持ち去っていくと言われている。元ディープパープル、後のレインボーのギタリスト、リッチー・ブラックモアなどは、過去のライブ音源については、必ずしも否定せず自らも、来日時などに購入しているのだが、スタジオなどの未発表音源に対しては、批判的な姿勢を崩さない。元野球選手のランディ・ジョンソンは、レッド・ツェッペリンの海賊 CD の収集家である。 ありがとうございます。